高橋五郎先生を7年ぶりにお迎えて、本には書けなかったここだけの話。天皇の金塊っていう本を学研から出すことができました。2008年、それで一番最近はゴールデンリリー、ゴールデンリリーというのは本の中にも書きましたけども、こういうことから言ってんだという理由を何か書いてます。でここからはですね、天皇の金塊って何ですかっていう話を簡単にしたいと思います。皆さんの生活のベースは天皇さんの金塊です。でこのことははっきり申し上げますが、ヒットラーのスポンサーは誰ですか。皆さんがご存知の物語というのは誰かが作った物語です、とこれを気がつくべきです。ローリングとかロンダリングって言葉があるんですが、お金は持っているだけで有効に使えるんですね。持っているだけで動かさなくても。天皇というのはこれ皆さん新聞やテレビでご存知の天皇です。新聞やテレビ以上にはご存知じゃない天皇です。その説明が一番合ってると思います。蓄えた物が兵器ではなく、科学的に分析のできる金塊だったと。